はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。最近話題になった昆虫食などの影響で改めて代替食品についての意識が高まりましたね。今までも様々な代替食品を紹介してきました。今日は中国の伝統的な肉の代替品を作ります。それでは早速やっていきましょう。今日は久しぶりにネットで見つけたハムの代替品が気になったので買ってみました。それがこちらのAJハムです。見た感じはボンレスハムのような見た目で、ずっしりとした重量感があります。こんな感じのヨガの道具ありますよね。原材料を見てみると大豆が使われています。やっぱり肉の代替品を作る時の定番原材料といえば大豆ですよね。肉の代替品に求めるものって味や食感の近さもですが、栄養面でのタンパク質の多さも重要かもしれません。カットして焼いて食べてみましょう。カットした断面はハムというより魚肉ソーセージのような練り物感がありますね。フライパンに油をひいて焼いて食べてみましょう。こんがりと焼けた見た目はハムに見えなくもないですね。どちらかといえばボロニアソーセージとかに近いですかね。それでは食べてみましょう。いただきます。前に大豆でできたソーセージを食べましたが、食感はそれに近いですね。ハムのようなしっかりとした弾力はなく、やっぱり魚肉ソーセージのような柔らかさがあります。味は完全に大豆です。食感も味もハムとかけ離れているので、ハムだと思って食べると頭がついていきません。これはこういった食材だと思って食べた方がいいですね。そういえばこれって中国の精進料理のスーフォートゥイですかね。ハムの代替品として食べられている料理の一種です。日本でも肉に似せて豆腐にすった山芋、人参、ごぼう、椎茸、昆布、銀杏などを入れて作る精進料理の一種のガンモドキがあります。ということで今日はこの中国の湯葉、クチクを使って精進ハムを作ります。精進ハムは1500年以上受け継がれてきた伝統的な料理です。当時一流の僧侶になるためには誤解を守らなければならず、その一つが殺生禁止でした。仏教徒は菜食主義者であるべきという教えを守り、5つの動物、牛、羊、豚、鳥、魚は豆腐製品や乾麺に置き換えられ、精進ハムや精進チキンとして代々伝えられてきました。まずは鍋に水、醤油、老中、砂糖、陳皮、生姜、どんこ、本座を、五香粉、ごま油を入れて1時間弱火で煮ます。煮終えたらザルでこします。こした液体を再度火にかけて、そこにフチクを入れて30分くらい煮込んでいきます。煮込み終わったらザルで水分を切ります。さらしの上に茹でた具材を乗せて丸めて、横をタコ糸で縛って形を成形します。次に蒸し器で1時間蒸していきます。蒸し終わったら粗熱を取って冷蔵庫で一晩置いて固めます。一晩経ったものがこちらです。表面の感じはチャーシューのような感じもしますね。思ったより綺麗に仕上がっていないので少し納得がいっていません。もう少し綺麗にできそうな気がします。とりあえず一度カットしてみましょう。もう少しギュッと固めたいですね。湯葉の重なりが肉の繊維っぽくなっている気もしますね。ペースト状の大豆だとこの繊維感の表現は難しいですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は久しぶりにオリオンビールのラゴビールです。ベルジャンホワイトが出ていたので飲んでみましょう。この沖縄の晴れた空のようなブルーの感が爽やかですね。確か去年も出ていましたね。通常ベルジャンホワイトといえばオレンジピールとコリアンダーを使用します。去年は単管ピールを使用していたはずですが、今年はオレンジピールになっていますね。小麦特有のバナナのような芳醇な香りとスパイシーな香りがスッキリとしています。甘みがあり苦みは控えめで優しい口当たりですね。久しぶりに沖縄のビーチでのんびりしたくなります。それでは精進ハム食べてみましょう。はいはいはい、動物性の旨味はないけど、どんこの旨味やスパイスとか調味料で味を作り上げています。結構しっかりと味がついているので、噛むごとに湯葉から肉汁というか煮汁の味がします。湯葉が重なり合うことで肉のような繊維感を感じますね。昔食べたネクストミーツとかも繊維っぽさを再現していましたが、大昔の中国ですでにこんな方法を考えていたと思うと中国恐るべしです。もう少し強く絞った方が肉感が出たかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、なんか納得いかない。どうもこの前の出来が納得できなかったので再挑戦します。鍋に水、醤油、老中、砂糖、陳皮、生姜、どんこ、ポンツァを、五香粉、ごま油で火にかけ1時間煮込みます。煮込み終わったらザルでこします。ここまでの工程は初めと一緒です。次に再度鍋を火にかけ、水で柔らかくしておいたクチクを加えて1時間煮込みます。ザルで水気を切ります。
今回は余っていた人工のケーシングがあったので、これを使います。ケーシングの中に具材を詰めていきます。隙間がないようにしっかりと押し込みます。すべて具材を入れたら紐で縛って成形します。はじめと同じく蒸し器で1時間蒸していきます。蒸し終わったら粗熱を取って冷蔵庫で一晩冷やします。取り出してきたものがこちらです。熟成されたサラミのような見た目です。カットしてみましょう。これはかなり上出来です。この繊維感は肉と言っていいかもしれません。特別な器具がない状態ではかなり高得点な代替肉な気がします。市販品と並べてみても大差ありません。実際に食べてみましょう。噛むごとに繊維がほぐれる感じがより肉っぽいですね。煮込み時間を長くしたので味がより染みていて噛むごとに旨味があります。これをフライとかにしたら肉と思うかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。精進ハムいかがでしたか？代替食品の世界はこれからも目が離せませんね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。